江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらあの掲示板もあって記事もあるんですけども、警告民警告ジャンボリーに参加している日本人の反応ということでですね、こちら日本人の声が書いてある記事があったんですね。で、記事のコメントもありましたし、この掲示板のね、日本人の反応に対するこうスレッドのもあったんで、両方ご紹介していきたいと思います。はい、まず記事の方からいきたいと思います。くーちゃんお願いします。全羅北道セマングムで開かれている世界ジャンボリー大会で英国スカウト団が撤退決定を通知し、大会全体の運営方向に変化があるものとみられる。残りの大半の海外参加隊員は正常にプログラムに参加している。ただイベントに参加している一部の海外隊員たちは英国撤退のニュースに多少動揺している様子だ。すでに猛暑対策として組織委員会が体力を要求する A 内野外プログラムを4日に全面中止した状態であり、隊員たちは以前より体力負担が少ない状況だ。また4日から政府が中央政府レベルで緊急予算を支援して冷房バスと休憩所を増やし、ミネラルウォーターと氷など猛暑対応物品を無償で追加支給しており、現場の状況は序盤より大幅に改善されている。4日から隊員たちは寮内の室内行事や展示行事を見学したり、他国の展示テントを訪問して振興活動をするのが日常だ。その他はバスに乗って領地の外に移動し、全羅北道タスクヤス郡と国立公園管理公団などで準備した9つの領外地域連携プログラムに参加する。24時間セマングム宿営地に滞在し続けているわけではない。日課時間が終わって夕暮れ頃に帰ってきて眠りにつき朝起きる時間までが宿営地に泊まる時間だ。警告スカウト団のある地域隊長は、子供たちが暑さで序盤苦労したが数日間適応もできて、猛暑を避けて昼間はほとんど冷房が効いたり無理のないところで活動しているため深刻な問題は発生しなかったとし、毎日保護者たちも問い合わせてきており、学生たちの健康問題を引き続きチェックしていると話した。寮内プログラムが中止されたが、3日まで進行された水遊びプログラムであるイカダ作りとウォータースライドなどには多くの海外隊員が順番を待ちながら遊んでいた。4日 A 外プログラムの一つとしてタスクヤス郡が準備したプログラムに参加した外国隊員たちもジャンボリーを楽しむ様子だった。暑い日に楽しむ水遊びプログラムなので人気も高かった。外国の隊員たちはお互いに水をかけ合いながらパドルボートを楽しんだ。川に設置された浮遊式プールにも多くの隊員が水遊びに夢中だった。川であった日本愛媛県から来たスカウト団のある青少年隊員は、ここも暑いが日本の方が暑いので耐えられるとして面白いプログラムが用意されていて楽しく過ごしていると話した。警告後が流暢な愛媛県スカウト団副隊長も、今回の日本の暑さに比べればセマングムの暑さはまだ大丈夫な程度とし、子供たちが警告歌手たちが好きでジャンボリー場でするという K-POP 公演にも引率していこうと思うと話した。ジャンボリー共同総合状況室長のジェイコブ・マレー世界スカウト連盟イベントディレクターは4日ブリーフィングで、青少年と IST 国際運営要員奉仕者たちは良い時間を持っており、ジャンボリーを十分楽しんでいるとし、隊員たちは回復弾力性があり、彼らは非常に難しい環境にも適応するために準備してきたと説明した。彼は参加者を対象にアンケート調査をしているが、参加者のうち 61% が現在ジャンボリー運営に満足しているという統計が出てきて、ただ 8% の参加者が非常に不満足と答えたと明らかにした。近くの当たり山海水浴場当たり山ビーチパーティー祭りであったチリ出身 IST 運営要員30代は、ジャンボリーに何度もボランティアで行ったが、今大会は天気は最悪だがプログラムや支援はよりいいようだとし、状況が良くなっており、他国の友達とも業務が終わった時間や休みの日にこうして海水浴場に来て遊ぶことができて楽しいと話した。一方、子供をセマングムジャンボリー場に行かせた国内外の父兄たちは懸念と抗議を示している。一部の国内保護者は、大統領が参加した猛暑の中で開き絵意識のせいで死亡者が出たとか、男女が一緒にシャワーを浴びるようになっているなど虚偽と明らかになった偽ニュースにも敏感に反応した。彼らは直接スカウト地域団に抗議したり、マスコミにジャンボリーを中止すべきだという情報提供をしている。
外信無でジャンボリー関連否定的報道が広がり、 Facebook など SNS を通じてジャンボリー初期の施設不備状況が広がり、海外の保護者たちも憂慮を示し神経を尖らせている。死者が出たはい、まあね、そんな話もあったんだね。へえ、知らなかった。はい、ということでね、まあ、あの写真もね、こちら多数あるんですけれども、なんか気になる写真が1個あってね、2個か。まあ、この辺はね、アクティビティだと思うんですけども、これはなんだって思ったんですよ。これはね、EDM のパーティーだそうです。ビーチパーティー。ウォーターナイト EDM 公演だって。エレクトリックダンスミュージックか。が流れてるらしいよ。すげえリア充だね。楽しんでますな。はい。コンサートだね。こんなことやってんだ。へえ。はい、じゃあですね、こちらに対して警告の反応見ていきましょう。ああ、てか愛媛県から言ってる人がいるんだね。なんとか元気そうで何より。だから指定されたマスコミだけしか取材できないようにしたんだ。わらわら、すごい。お前たちの会長が収入50億だよね。キムマンベがここ出身だし。 W1907-81 キムマンベ渓谷信仰宗教の代表。あ、やっぱそういうのあんだな。マスコ、何？指定されたマスコミしか取材できないんだ。映画プログラムの参加者は耐えられるでしょうけど、領地内のテントに座って仕方なく順番を待たなければならない残りの子供たちは大変なだけ。1818-18。この記事は所定のスポンサー費で書かれていますと脚注をつけるべきではないですか。708-10。いや、数千人が倒れて病院で治療を受けたのに何も問題ないんですか。701-19。この記事は所定の政府支援原稿料で作成されました。183。英国はスカウトを作った国。4500人の最多人数で起源の国が示唆ところしたなら、ワールドカップでブラジルが途中下車したのと同じ。38-10。日本は暑いのに湿度も最強だから体が溶ける感じがするよね。虫さえいなければプログラム進めてある程度やれたようではある。ひとまず主要参加国である日本が撤退することはないね。日本人ならまあ礼儀上で話してくれた言葉だと思う。優しい格好泣き社交辞令か。よくおっしゃってくれましたね。こういうのが骨格。そこより残留決定国は夏が渓谷よりさらに暑い国々でしょ。いや、いくら礼儀だとしてもあんな状況で楽しいと言ってくれるなんて、汗日本に対する好感度がプラス1増加したようです。いや、しなくていい、まあいいけど。はい、じゃあですね、こちらチャットの反応いきましょう。はい、ということでね、じゃあ上の方からいきますかね。日本人の参加者、体調を崩してるみたいです。1500人ほど行ってるって本当？本当です。正当な評価に対して文句を言いたいから日本人のコメント引き合いに出したんだろうな。そういえば渓谷のテントって人いたの？野外プログラムがないスカウトって炭酸のないコーラみたいなものか。え、ということは今まで水や氷は用意してくれてなかったってこと？序盤苦労というか、毎日30度 C 超えてて慣れるとかありえないんだよ。バスから降りたくなかったろうな、あんなテントじゃ。ウォーターボムはやめとけって。水遊びは楽しんだんじゃなくて、暑くて暑くて水での入らなきゃ我慢できなかったんだろうな。水遊びプログラムが人気が高かったって、暑いから水上で冷やしたかっただけだ。お前らの勘違いも甚だしい。え、日本のティーンたちは本当に K-POP 好きなの？楽しみにしていた目玉の K-POP コンサートがなくなったんだが。普通会場を川遊びとか森林散策とかできるところに選ぶんじゃないのか？わざと困難にした2だ。日本のジャンボリーは恵まれすぎてジャンボリーではない2だ。日本の方が熱かった。これ気を使って答えてない？運営だかメディアだかわからんが、子供に気を使わせるなよ。数十年前まではボーイスカウトの指導者は右寄りだったけど、最近の指導者は左寄りに侵食されているという話は聞いていたが、日本人参加者のコメント聞くとそうなんだろうなと思ったよ。
そもそも真夏に日陰のないところでテント生活させるとかどんな拷問？ボーイスカウトに EDM、 いつからボーイスカウトはバリピになったんだ？バリピだよバリピ。弟がスカウト活動してたのでジャンボリーにコンサートぶつけるって定和感はある。記事の内容誰も信じてなくて草わらわら。虫さえいなければって虫が問題なんでしょ？そうなんですよ、虫が問題なんですよ。ちょっとね別の動画でお伝えします。日本から行った人たちは渓谷が好きっていうわけでもないと思うから、まあ社交辞令だろうね。そうだな、興味ないんでしょ。まあ偶然ね、6年ぶりだっけ、6年ぶりにやったジャンボリーが渓谷だったっていうだけであって、別に渓谷に行きたくて行ってるわけじゃないんですよ。ジャンボ世界ジャンボリー大会に行きたいだけなんだよ。偶然渓谷だったってだけなんだよ。まあある意味しょうがない部分もあるよね。はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。